チャオ、あちゃんです。荷物がね、届きました。ちょっと今日はね、目がすごく痛くってね、福島県白河市から荷物が届きました。はい、何を買ったんでしょうかっていうのね、あちゃんのね、お正月準備。正月準備、これがないとね、あっちゃん家にはお正月が来ないの。たつこ山のしみ豆腐を買いました。これね、12個入りでね、あのスーパーとか行ったら普通に売ってんねんけどもね、あの福島行ったらこっちでは全然手に入らへんから取り寄せしました。1200円やったと思うんで、ね、これをね、入れてお雑煮を作ってあげないとね、みきちゃん喜ばへんでしょ。だからこれは絶対毎年取り寄せんねん。で、賞味期限とかあってね、一回買ってからね、ちょっとやっぱりその使われへんから、21年6月までやねんけどね、だから来年の春先ぐらいまで使えるんで、お雑煮に使う、お雑煮に使うのは2つ3つ4つぐらい、2つ3つぐらいね。あと残りはね、またお味噌汁に入れたりとか、いろんなものに使おうかなと思ってね。これね、遺伝子組み換えてない大豆を使用しているたつこ山の、たつご山か、たつこ山かなんか、その読むのがね、難しい字でね、しみ豆腐なんだよね。普通のね、高野豆腐とか入れたらね、まあまあ、高野豆腐、要はね、氷豆腐やから、高野豆腐も一緒みたいなもんやねんけど、違うのよ、味も食感も。やっぱりたつこ山のを使わんとあかんねんね。これね、柔らかくきめ細かい味で、香りともに独特の美味しい風味です。調理の仕方は2、3分お湯に浸す。柔らかくなりました、なりますので、そのまま適当な大きさに切って、味噌汁の実、お吸い物の実、お寿司の具、すき焼きの友、天ぷらの種、卵料理に、おにしめ、おでん、季節の美味しい野菜との煮合わせに、鍋類に最適です。煮込めば煮込むほど美味しくなります。氷豆腐は、氷豆腐というかこれ、しみ豆腐って言うんだけどね。しみ豆腐は熱湯で戻さないでください。煮崩れの原因になります。しみ豆腐は匂いを吸収しますので、匂いの強いものの近くに保管しないでください。すぐにお使いにならない場合は、開封性のある保存、密閉性のある保存袋などに入れて、5から10月までの期間は冷蔵庫に保管してください。やって。はい。これがね、たつこ山のしみ豆腐。みきちゃん、これいつもね、使ってたね。なんかこれがいいねん、言って。昔から取り寄せたりしててね、懐かしい。もう正月になるとこれとね、あとまあね、イカと人参を買ってきてね、イカ人参を作んねんけどもね、あのイカ人参とね、あの福島のこれはもうセットでね、あのあっちゃん家のお正月にはなくてはならないもんよね。もう今年でだから20回目になるのかなね。結婚してからね、20回目じゃないね、結婚した年が2000年、だから、2021年やから、それね、20回目なんだよね。まあそういうことですわ。なんか嬉しいし懐かしいねんけど、ちょっと寂しい思い出です。いや、届いた、なんとか間に合いましたということでね、またこれ置いときますね。はい、ということで、今日はね、福島県からね、福島名産たつこ山のしみ豆腐を取り寄せました。はい、それだけの紹介動画でした。ではまたね、バイバイ。